白山国立公園は、富山県、石川県、福井県、岐阜県の4県にまたがる白山を中心とした国立公園である。廃末帯の三田ヶ原から望む白山、周辺の登山道では、木道が付設され、踏みつけによる高山植物への保護が行われている。1955年7月1日に白山国定公園として国定公園に指定。 1962年11月12日国立公園に変更。指定面積は47,700ヘクタールで、約66%が、国有地、約37%が、その特別保護地区になっている。白山の最高峰である標高2,702メートルの五前方を中心に、東西、約20キロメートル、南北40キロメートルに及ぶ両白山地の主要な、 三域が指定区域である。白山は大長が717年が解散し、832年に越前、加賀、美濃の三方から白山への東海道が開かれた。それぞれの禅城道の起点は、平泉寺白山神社、白山美名神社、長崎白山神社である。白山の山頂には、718年に建立された白山美名神社の奥の宮がある。 古来から信仰の山とされ、立山、富士山と共に日本三名山とされている。全城道の一部は現在も登山道として利用されている。周辺は日本海側に位置する豪雪地帯であり、白山市と白川村は豪雪地帯対策特別措置法により特別豪雪地帯に指定されている。区域外周辺には多数のスキー場がある。 山腹では植林開発がされず、日本有数のブナ林が残されている山域である。室堂の下部付近から上は森林限界の廃末帯となっている。活火山である白山の山頂部には、緑が池、荒野が池などの7つの加工庫がある。室堂周辺などでは、雪解けとともに多くの鉱山植物が次々と開花する。白山は高山植物の宝庫として知られ、 花の百名山の一つである。区域内に生息する、日本カモシカ白山の鉱山植物動物区域の山腹には、ナバヤシなどの天然林が多く、野生の動物が生息している。2009年6月2日にかつては生息していた、氷記の生き残りとされる区域で絶滅した来鳥のメス。ヒトアが確認され、北アルプスから飛来したものと推定されている。 植物区域に生育する多数の植物が国立公園特別地域内指定植物に指定されている。白山山頂部にある河口湖の緑が池白山はかつ火山であり、気象庁などが地震系空神経遠望カメラにより火山活動の監視、観測を行っている。2011年10月現在、火山活動に特段の変化はなく、噴火警戒レベル一で、 河口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は確認されていない。区域内には、鳩が、湯、中宮の温泉、岩間温泉、新岩間温泉などの温泉がある。手っ取り川水系の小添川上流部にある104条滝区域内には、日本の滝百選に選定されているバーガ滝などの滝がある。周辺では、大箱や小麦草などの外来植物を除去する。 グリーンワーカー事業として、環境保全事業が行われている。また、登山道の入り口などで、種子防除マットの設置が設置され、入山者数の計測が行われている。石川県道33号白山公園線の市の瀬と別当出会いの区間では、登山シーズン中の週末などにマイカー規制が行われている。白山と別山との暗部に、南流山荘、南流が、 ババや営場と南流が、ババビジターセンターが併設されている。国立公園内では、キャンプ指定地以外での爆営は禁止されている。白山周辺には、以下の施設が開設されていて、石川県白山市キナメリヌ4の白山自然保護センターの本庁舎にて、白山国立公園の認可業務などを行っている。利用者数は2008年。 1977年8月26日に開通した白山スーパー林道は区域を横断する唯一の自動車専用道路である。小川水系の大白川の上流部にある白水湖と別山区域は白山周辺の山域くらい山から望む日照岳から望むのぶせりが岳から望む京岳から望む両城山地の白山は石川県の最高峰であり、区域には 以下の山がある。ありがとうございます。